マルトスタムマルトスタムはオランダの建築家、都市計画家、家具デザイナー。デザイナーとしては1926年に発表した S-33 という椅子が世界で初めてスチール製パイプのキャンチレバー構造チェアとして知られる。アムステルダム市では現在マルトスタム賞を設けているオランダプルメレンと生まれ、アムステルダムで教育を受けた後しばらくは、 ロッテルダムで活動。1922年ベルリンに渡り、マックスウェル・タウトの下で働く傍ら、ハンス・ペルツヒ、ブルーノ・タウトラと知り合い、ドイツ工作連盟店に参加。その後スイスに渡り、1924年創立の ABC グループ結成に、エルリシツキー、ハンネス・マイヤー、ハンス・ビトバ、パウル・アルタリア、エミル・ロス、そしてベルナー・モーザーラと参加。 1924年から1928年までは、ハンス・シュミットらと雑誌 ABC を発行。さらに、スイス近代建築国際会議創設に携わる。1927年には、バイセンホーフジードルング店に参加し、住宅案とカンチレバーチェアを発表して注目される。1928年から29年まで、バウハウスの客員講師、建築と 都市計画を担当。1927年、フランクフルトヘラーホフジードルング建設から、エルンストマイの誘いで、ソ連に渡り、マイラとマグニドゴルスク都市計画、シュミッラトラとオルスク都市計画、マケ系フカ計画など、都市計画にも従事する。1934年、オランダに帰国。1939年、アムステルダム応用芸術工芸研究所所長、就任。 ヒュート・ボーネン研究所共同設立。1948から1952年、旧東ドイツ・ドレスデン及び、バイセンガー国立造形応用芸術学校長。1953年に、再び、オランダに帰国。1966年から水イスする。ありがとうございます。